はい、こんばんは、タカです。今日の相場なんですけども、一言で言えば、昨日の相場からは逆行した動きですかね。昨日の流れに対しての調整の動きが、本日は出ているようには思います。とはいえ今日まだ半分まだ残ってますしね、昨日の調整といっても大した動きしているわけでもないように思いますので、そこは変わらず、昨日の流れの継続を、まずは考えていきたいと思います。そして先ほど、イギリスのジョンソンさんが辞任というニュースが流れてね、少しポンドの方にも買いが入っているようです。最近ポンドちょっと動きなかったですからね、これが材料視されるかどうかは分かりませんけども、値動きのきっかけには使われてしまうかも。ポンドは少し気をつけたいですね。今のところこの調整の動きが出ている今日の相場、振り返ってみたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に日足を重ねています。このレンジからブレイクしている強い上昇トレンドを見ています。 FOMC でつけた高安、全然抜けてこなかったんですけども、ようやく抜けてきました。高値更新してきましたんでね、この上昇トレンドも今日も見てきたかったわけですけども、今日高値更新してないんですよね。もしこのまま引けてくるようなら今後は調整の形を見ていくことになりますけども、ただまだ今日の値動き、終わったわけではないですから、どうなるか分かりませんからね。まだまだ僕はもうドルの強さを見ていきたいなと。そしてもし調整になったとしても、今度は下のサポート探し、少し押す場面もあるかもしれませんけども、それでも目線は変わらないですね。今度は慎重にこの買い場を探っていくことにもなりそうです。ということで、僕自身もこのドルの強さはまだまだ見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。まずはドルですけども、少し今日は売りが入っています。とはいえ、大した売りでもないと思いますんで、まだまだ僕はこのドルの強さは見ていきたいなと。今日は調整の動きに過ぎないかとは思ってます。今日の動きなんですけども、昨日からも逆行の動きが少し出てるように思いますんで、やっぱり調整の動きが強く出ているのかなと。ただあくまで調整の動きだと今は見てますんで、基本的にはこっちの流れをしっかり見ていきたいですかね。そしてここ最近このドルとすごく仲良しなのがこの円なんですけども、ただ実はこのドルと円というのは環境は全然違うんですよね。ドルはすごく強いなと思いますけども、円というのは基本的にすごく弱い。今の円買いというのは調整の戻りでしかなかったかなというふうに思ってますんで、このように円売りの流れが出てくると、これは少し警戒はしていきたいです。最近はすごく似たような動きしてますけどもね、そもそもドルと円というのはもともと強さ全然違いますからね。やっぱりドルの方が全然強いですから、このように円の方に売りが入ってきた際にはこの円を買っていくというのは慎重になるべきだと思いますね。逆にドルに売りが入ってますから買いが入りやすいこの3通貨、そんな中でこのユーロがちょっと目立って弱いですよね。なかなか買いが入ってこない、これ昨日もかなり弱かったです。サポート割れたというこの事実も今は見えていますから、特にこのユーロの弱さは注目をして見ていくのは面白いかもしれません。5ドルやポンドあたりもそんなに今のところまだ強さを感じているというわけでもないですけども、ただ今日はもう買いが入ってますからね。これも実際事実として残ってますんで、もしドルの強さを見ていくんならユーロが注目かと思いますね。ユーロドルのショートとか、このあたりは注目はしたいところです。そして相変わらず難しそうだなと感じるのがドル円ですかね。ドルと円との同期性、似たような動きしてしまいますから、どうしても方向感が出にくい。そんな中でも今日は昨日の高値なんかも抜いてきていますから、若干ドルが強いんですかね。もしくは円が弱い流れが出てきたのか。ただまだレンジからも抜けてないですから、そこは慎重に判断をしてもいいと思います。今日も見ていきたいのはドルの強さということで、ドルの押し目買いが今日の仕事になってきそうですかね。ユーロドルショート、このあたりはメインシナリオになってきそうです。あとはもしこの円の弱さがしっかり出てくるんなら、今日買いが入っている5ドルポンド、このあたりも面白そうですかね。5ドル円とかポンド円とか、このあたりを一時的にロングで見ていくというのも悪くはないと思います。はい、変わりましてこちらがドル円の1時間足日足を重ねています。ドル円もずっとこのレンジを見てます。今日買いが入ってきてますね。昨日の高値も抜けてきています。相変わらずこのドルと円との同期性というのも見られてはいるんですけども、若干この円の方が弱いんですかね。上げの流れになってきています。とはいえレンジの中の動きに過ぎないですね。今の位置もまだレンジの真ん中ということで、少し難しい場所だとも思います。見ていきたいのはレンジの高値圏での値動きとか、レンジの安値圏での値動きということになってきそうですから、まずは引きつけるのがすごく大事になってくるんじゃないですかね。ただ若干この円の方に売りが入ったというのが気になるところで、そうなるともともとドル円というのは強い流れがありますからね。上の流れは強く出てきやすい環境もあります。ドルも強いですからね。円安ドル高、こういった流れが出てくれば、ブレイクも十分ありえますので、特にショート勢は少し気をつけたい動きのようには思います。とはいえまだまだレンジ内の動き、トレンドを見たい僕は様子見ということになってきそうです。はい、変わりましてこちらがユーロドル、1時間足に日足を重ねています。
今日のメインシナリオにこのユーロドルというのを少し考えているんですけどね、チャートはすごく弱いですね。下落トレンド、サポート割ったのも大きいですかね。 1.04 割れ、まあ、何やらニュースなんかを見ていくとね、このドルイコールユーロということで 1.0 ですか、まあ、このあたり もかなりターゲットとして見えてはきてはいますけども、ただまあそういったのはさておきね、この売りの流れがやっぱり強く出ています。今日なんかも安値更新こそまだしてはいませんけども、上値も重いですよね。ユーロも弱い流れ出てますんで、これはもう今夜全然ショートの流れは見たいですかね。トレンドが今出てますから安値更新はしっかり見ていきたいところ、その結果流れが止まってしまえば調整の形を見ていくことになりますんで、今夜に関してはもう売り目線で相場の方は追っていくことになりそうです。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足を見ても下落トレンド、今は流れが止まって調整局面ですかね。この調整の値幅がすごく狭いのが気になるところですけども、まあ、ある程度この壁がもう今日は見えてきていると思います。今日の高値をバックにショートをしていく場所を探っていくのがいいのかなと、まあ、もちろん割れてくるかどうかというのは分かりませんけども、下落の流れが見えてますからね、割れは期待したいところ。その結果サポートなんかが見えてくれば、日足の調整局面も見えてきますから、まあ、一旦ショートを見ていくのは気をつけたいですかね。突っ込みには要注意、しっかり戻りの壁、バックを見つけてショートはしていきたいところですね。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。まあ、ユーロがかなり弱いですからね、どうしても下への圧力を強くかかりますけども、ただ今日これ陽線なんですよね。一旦流れを止めています。まだ確定はしてないですけども、もしここで流れが止まってくるんなら調整の加減、レンジ加減での攻防という形少し頭に入れておきたいです。まあ、厳密には抜けてはいるんですけど、抜ける際、この直近安値、このあたり抵抗が出て当たり前の場所になってきますけどもね、そういった抵抗もなく抜けている、まあ、それだけ下落が強かったということではありますけども、この流れが止まってくると今度はこの抵抗になりやすそうな場所、このあたりに試す動きというのはよく見られますので、まあ、この辺を試す動きというんですかね、この調整の戻り、ショートしていくんならこの動きに備えないといけないですね。今日は円が弱いですけども、もともと円っていうのはすごく弱かったですからね、最近のこの下落に関してはあくまで調整の動きに過ぎなかったのかなと、もしここで流れが止まるんなら巻き戻しの動きなんかも出てきてもおかしくないですから、この円に関してはかなり神経質に見た方がいいように思いますね。現状はレンジの加減、円はすごく弱い状況がありますから、サポートされても何もおかしくないような環境だとも思います。この線というのはこう売り売りの流れが強く出てはいましたけどね、まあ、今日の動きなんかを見ても、少し冷静に、チャートの方を見返してもいいんじゃないですかね。少しこのサポートの強さを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。ジョンソンさんの辞任というニュースも流れてポンドの方に買いが入ってきています。まあ、これがきっかけになったかどうかは分かりませんけども、現状もまだポンド強いんですよね。もしかしたらサポートが少し見えてくるかも。とはいえチャートはすごく弱いですから、今戻されてもあくまで調整の戻りに過ぎないと思います。ただまあ短期の下落トレンドも見えていますしね、少し突っ込んだ場面にもなっていますから、この戻りに警戒していくのもこれは自然といえば自然ですよね。今日も安値更新していません。もう今見ていきたいのは調整局面ということになるんじゃないですかね。調整としてはまずは2種類考えたいです。1つはレンジ相場ということで、昨日の高値を抜けるかどうかが大きなポイントですかね。抜けなければ壁が見えてきますんでね、また売っていくというのは悪くないと思います。もう1つがこの値幅を伴った調整、高値を抜けてきても環境は変わらないわけですけども、抜けてくれば短期上昇トレンドも見えてきますから、波の反転には少し時間もかかります。そういった意味では昨日の今高値付近にいますからね、この高値の攻防の決着というのを見ていけば、次の流れも見やすくなってくるかもですね。現状まだ抜けてはいませんけども、少しこのポンドが動いてきてますんで、まあ、ブレイクなんかも出てくるかもですね。これ少し注意はしたいところだと思いますね。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。まあ、意外なところでこのポンド買いのニュースが流れてきましたけどもね、そうなると面白そうなのがこのポンド円で、そもそもこの線というのはこの安値圏での攻防だったんですね。そして円の方に売りが入ってきているというこの事実も残っています。加えてポンドに買いが入ってくるならこれ強弱の差が生まれますよね。今すでにも高値更新してきている、強い流れになってきていますけども、まだまだレンジの安値圏です。本当にリバウンドが入ってくるならまだまだ買いは見ていけるんじゃないかなと。少なくともレンジの安値圏という形もこのチャートだと見えてきますんでね、ショートはかなり警戒はしないといけないですね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期的には下落トレンド見えてますけども、足場からの波の反転が見えたんですかね。ネック抜けと見てもらってもいいと思います。このあたりの短期下落トレンド、戻りの高値を抜けたことで波の反転ですかね。
逆に上昇トレンドも見えてきています。ですからまあこういった流れって三尊みたいな形にもなりやすいので、少し注目したいですね。このあたりのネックライン、このネックラインというのは過去のサポートラインでもあります。いろいろ重なるラインにもなってきますから重要度は上がってきそうですね。みんなが注目しているレートということにもなってきそう。これが162円の60とか50とか、そのあたりになってくるんじゃないですかね。現状抜けてきています。163円に乗せてきましたね。もう少しこの強い流れが出てきても、おかしくない環境のように思いますけども、どうなりますか。今夜なんか少し押す場面あればロングなんか拾っていくのも面白そうですけどもね。ポンドの方に動きが出てきています。今夜はこのポンド、あとは円の弱さですよね。このあたりを少し見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル1時間足に冷やしを重ねています。最近では一番弱い通貨になってしまってますかね。5ドル、サポート割れた売りのトレンド、今日は戻りが入ってます。今日5ドル強いんですよね。ではこれで波の反転見えてきますかね。僕はこの環境何も変わっていないように思います。やっぱりサポート割れてしまったというこの一つの事実がすごく重い。もう少し短期足を見てもこういった下落トレンドも見えてきますよね。これでもまだ戻りの高値抜けてきてないですから、本当に単なる調整の戻りに過ぎないです。とはいえ、昨日の高値なんかは抜けてきていますから、売っていくんならこの高値圏での攻防ですかね。この決着を見て上値が重い形見えてくればショートなんか面白そうですけども、ただドルが今日弱いですからね、調整の動きのまま終わってしまったら少しこの底堅い展開見えてくるかもですね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足を見ると下にサポート見えてくるんですね。これが 0.67 の7060あたりになってきます。ただ上値が重いのは明らかで、下落トレンドも見えていますから、このサポートは簡単に割ってきてもおかしくないかなと思うんですけども、ただまだ割れてはいない。今のところこう2回安値を試して抜けなかったといった形、さらにはもう少し小さなサイズで見ても1回2回と安値を試しています。短期足を見ていけばダブルボトムという形が見えて、そしてネックを抜けてきてるんですね。このネックラインが昨日の高値ですから、まだこれは抜けたと、生きるのは難しい場面だと思いますけども、要は昨日の高値の攻防ですよね。この決着を見ていけば次の流れが見えてくるんじゃないですかね。上の方に抜けてくれば赤い波のダブルボトムも見えてきますから、最初の目標はこの直近高値ということで、これが 0.68 の80とかそのあたりになってきますんで、まだまだこれ上げ余地もありますからね。上の方に抜けてしまった時にショートを見ている人たちは少しこれ警戒した動きになってきそうです。5ドルはもう今まで相当弱かったですからね。今日かなり5ドル強いですけども、それでも調整の戻りに過ぎないと思います。ただしこの調整の戻り、大きなボラがありましたからね、それなりの値幅にもなってきそうで、安易なショートは気をつけたいですね。高値圏の攻防も今もまだ出ている最中だと思いますんでね、抜けないという形になればこの辺りがレンジになってきますから、次はレンジの上から下まで、売りの方は出てきてもおかしくないですからね。こういった上値の重さを確認してからショートを見ても、全然遅くはないと思います。焦らず判断はしていきたいところですね。はい、変わりましてこちらが5ドル円1時間足に冷やしを重ねています。この線の中でもチャートは一番弱いですかね。5ドルが本当に弱かったですから、サポートも割れてしまってます。サポートラインが93円ですか。はい、こちら週足を重ねています。この93円というのをサポートラインとして見ていくんであれば、先週すでにブレイクはしているんですけども、今週強く戻しているんですよね。円が弱い流れが今日出てきて、こういった流れになっているわけですけども、今週のこの週足まだ確定してないんですよね。残り2日間ありますから、この2日間でこの買い戻しが強く進んだ場合、再度またこの93円サポートは見えてくるかもしれないですね。そうなるとこの辺りというのは安値圏になってきますよね。波の反発が起こるかどうかは分かりませんけども、安値圏でショートをするかどうかは冷静になってもいい、そういった場所にもなってくると思います。例えばこの辺りが週足のレンジ相場という形になってくるかもということですね。ですけども短期勢を見ていくと、やっぱりこういった戻りに対して戻り売りを見ていく勢力というのは出てくると思うんですね。下落の波も見えています。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足を見ていくと下落トレンド見えてますよね。戻りが入ってくるんなら戻り売りを見ていくと、決して間違ってはいないように思いますけども、ただそれ言うんであれば、実は昨日今日とこれ安値更新してないですから、この下のサポートを見ていけば上昇トレンドも見えてきますんでね。短期足を見てもこう一方的に売りを見ていくような流れというのは少し収まりつつあるのかなと。しかも今日に関してはこの青い波と赤い波の攻防が出やすそうな場所ですよね。こういったところから上の方に抜けてきていますから、少しこの赤い波が勢いよく強く出てきています。この辺りでショートをしている人たちはちょっと苦しい状況にもなってしまってますんでね、一旦この高値までの上昇なんかを見ていくのも面白そうです。
似たような動きをしているのがポンド円ですからね。このポンド円やゴールド円のこの買い戻しの動きですか、今夜これを見ていくのも面白そうですね。注目をしていきたいと思います。はい、ということで今夜はもう調整の動きが強く出てきてますから、この調整局面をどう乗り切るかというところを見ていくことになると思います。まず基本的な流れ、これの継続を見ていくならやっぱりこのユーロドルだと思いますね。まあドルは今日弱いわけですけども、チャートの方を見ていくとやっぱりユーロも相当弱いですからね。戻りも確かに入ってはいますけども、大した戻りでもないです。上値が重い形見えてくればまだまだショートは見ていきたいなと。ドルの強さを見ていくなら本命はこのユーロドル、ショートを見ていきたいと思います。あとは今日の午前中の動きなんかを見て面白そうだと感じたのがこの黒線の反発ですかね。特にポンドやゴールドル、今日強い流れが出ています。じゃあチャートの方を見ていくと、こういったレンジが見えていて、結局この安値圏での攻防があったわけですね。そこから波の反発が見えてきています。もしここで波の反発起こるんなら、上げ余地はまだまだあることにもなりますから、これをロングで見ていくのは面白そうかなとは思います。ゴールドレンもまあ同じ感じですかね。サポート割れてますからチャートはすごく弱いんですけども、ただ底根圏で足場作って高値抜きてきつつありますんで、まあ、こういったのはどうしてもやっぱりショート入りますよね。ただなかなか下がってこない、短期ショート勢を捕まえてしまえば上の方に抜ければ少し面白い展開はあるかもですね。直近高値が94円あたりにありますから、このあたりに向けた上昇というのを見ていくのも一つ面白そうではありますね。今までまあしばらく円強かったですけどね、ただそもそも円っていうのは弱いですからね、そこは忘れないように見てはいきたいと思います。今回は以上になります。それでは今夜も頑張っていきましょう。